3、2、1。酸素はどのような性質があったか覚えていますか？水素からどんな性質があったかな？無色で無臭。はい。狭い方から投げるんだよ。逆じゃないかな。そうですか。そうそうそう。怖いな。はい、空気を抜けます。まあ、聞いたので。水素ボンベがあると思うので、これを。このぐらいじゃない？うん、このぐらいだ。オッケー。はい。いいね、3、2、1。3、2、1。こうなるんですけど、ここでできた水っていうのはすごく微量なんですね。でここまで水が下がってきたと思うんですけど、人がなくなったことによってチューブ内の圧力が減圧して下の水槽から水が上がってきました。水がね、これ上ってくるっていう意味があるわけよ。残らないで、だから2対1で反応すればこうグンとくるでしょ。そういう意味ね。いいよ。3、2、1。